大雨の影響で水位が上がり、川が氾濫しています。道北豊富町を流れる佐呂別川です。昨日から今日にかけて降り続ける雨の影響で、佐呂別川はいつ氾濫してもおかしくない氾濫危険水位を超えました。河川の氾濫に警戒が必要です。これどうしよう。今日正午過ぎの礼文町です。住宅街が川のようになっています。撮影した人によると、近くにある湖の方向から水が流れてきて、家から出られない状態が続いているということです。この周辺には小学校もあり、冠水したことで今日と明日は臨時休校になりました。昨日午後11時過ぎの稚内市も道路が冠水して一帯が水浸しとなりました。今日未明にかけ、道内は宗谷地方を中心に大雨となり、稚内では午後1時までの24時間降水量が135ミリと、11月の観測史上最大の大雨に。一夜明け、泥だらけとなった道路で作業員が復旧作業に追われました。山の方がちょっと崩れてるんで、その土砂が多分こんな感じできたと思うんですよ。今後も夜にかけて北部や南西部で広く雨となり、日本海側では暴風となる恐れがあります。大雨や高波にも警戒が必要です。